おい、本当に正面におったわ。六郎、大丈夫よ。大したやつだ。自分を刀に仕上がれたな。ああ、その刃は黒金の数百年そのものだ。黒金青鸞か、面白い。今はまだ黒金だ。青鸞とはゴーランを制する刀の名。俺がお前とゴーランを叩き切って、こいつを黒金青鸞にする。面白えな。待たせたな。気をつけて。おそらくこいつもカムイを使うわ。カムイだ？他人の力を借りる趣味はねえよ。タイマシがよう言うわ。猫精霊の力を借りとるじゃろうが。借りてねえよバーカ。そうよ、逆に私は頼まれてしぐれの霊力を抑え込んでいるのよ。抑え込む？って、まさか。おうよ、修行のためさ。最初は指一本動かすにも苦労したが。メルジム、枷を外せ。これが人間の力だと。猫をかぶせておったか。人間やりゃできるんだよ。対アルトリウス用のとっておきだ。さすがだぜ六郎。悪いけど手を出すわよ。そうだ、全員でかかってこい。正々堂々なんて抜かせるほど俺の剣は甘かねえぞ。知ってるさ、嫌ってほどな。ケメマキ、せー、楽しもうぜ。おう、1013回目の勝負だ。細けえな、てめえは。負けた数だからな。だが避ける必要はねえ。どこにいても同じだ。ランガトゥー、あらわし。俺の一撃を止めるか。こっからだぜ、しぐれ。違うな、俺もだ。影スバル。大したもんだな、お前ら。感心するのは早い。まだ俺の剣を見せていない。お前の剣？そりゃ休んでる場合じゃねえな。しぐれ。手を出すんじゃねえぞ、ムルジム。六郎、この人まだ力を。
わかっている。こいつは、しぐれ蘭月だからな。二刀でいいのか？確かめてみろ！命をかけて！そっちもな！蘭月に勝つために鍛え上げた技だ。やるじゃねえか。黒金への鼻向けだ。ゴーランを持ってけ。あとな、この猫は見逃してやってくれ。しぐれ。しぐれ、あの上位打ちはどの道を追んでてたさ。飼い犬暮らしにうんざりしてたんだ。難しいこと考えんな。切れたら嬉しい、切れなきゃ悔しい、切られれば死ぬ、そんだけのことだ。剣は単純で、だから面白い。ああ、面白いな。悪い顔だ。アルトリウスの石頭もそんな風に笑えばいいのによ。そうか。ベルベット、いいのね。いいさ。兄貴は俺が切った。どうした？何を泣いてるんだ？泣いてなどいません。そうか。そうかってそれだけですか？なんだよお前、やっぱり泣いてるんじゃないか。だってあなたとしぐれ様は兄弟なのに。ああ、そのことか。別に泣くような話じゃないだろ。どうしてそんな平気な顔で言うんですか？どうせゴーマだからって言うでしょうけど。質問しといて自分で答えを言うやつがあるかよ。やっぱりゴーマだからと言うんですね。いや、その答えは不正解だ。ゴーマだからじゃない。
悲しまないのは俺たちが剣士だからだ。え？互いに本気で斬り合う時のあの研ぎ澄まされた心を刺すような感覚。あいつに勝ちたいのに永遠に斬り合っていたい、そういうたまらない感じがあったんだ、しぐれとの斬り合いには。な、しぐれ様も楽しそうでしたよね。少しわかるような気がします。理解はできませんけど。それでいい。理解したら俺たちみたいになっちまうからな。そうですね。次はいつあんな斬り合いができるんだろうな。心配いりませんよ。ん？あなたがしぐれ様にしたように、今度はあなたを倒すために技を磨く剣士がきっと現れます。おう、そうだな。お前のその前向きさ、しぐれみたいだな。なんか急に夜桜あんみつが食いたくなってきたぜ。夜桜あんみつ？ご先祖様の国の甘味でな、しぐれの好物だったんだ。へえ、どのようなものかは知りませんが食べてみたいです。よし、全部終わったら食いに連れてってやる。楽しみにしています。そのためにはこの戦いに勝って生きて帰れよ。六郎こそ約束ですよ、夜桜あんみつ。戻っても構わないわよ、六郎。忘れるなよ。俺の目的はお前に恩を返すことだぜ。ここに残ってると多分巻き込むわよ。危なくなったら逃げるわ。でももう少しだけここにいさせて。しぐれには石を解放してもらった恩もあるし、何よりこの人案外寂しがり屋だったから。そうなのか。知らないのね、兄弟なのに。ずっと剣の修行ばかりだったからな、俺もしぐれも。ごめんなさい、皮肉じゃないのよ。思うさまに生きて死ぬ、きっとそれでいいのよ。私は嫌いじゃないもの、そういう人間が。そうか。変わった精霊ね、あんたも。どういたしまして。六郎、最後になんか言ってたよね。しぐれにか。うん、僕が聞いていいことじゃないかもしれないけど。別に構わない、ただの昔話だ。しぐれが主家に謀反を企てたって話な。あれは嘘なんだ。俺が嘘の密告をした。なんで？上位討ちの大義名分を手に入れるためにさ。ゴーラン、しぐれの名、当主の地位。昔の俺はそんなものが欲しかったんだよ。後悔してるの？まさか。しぐれにも気づかれてたしな。それより、あの時なんでしぐれに勝てると思ってたのかがわからん。あの人強かったね。当然だ、最強剣士の一族蘭月家の当主だからな。六郎は後を継ぐの？いや、俺はゴーマだしな。それに兄貴に勝てればそれだけでよかったんだ俺は。抜く、いや、熱っ、いやいや、熱っ。いちいち騒がないでください。ねえ、火山の火口で冷静な方がおかしいわい。吹き上がってくる地脈の流れを感じる。ここが地脈油田だ。おかしいぞ、メルキオールがいない。しぐれまで食らったか、最下の剣主。だが大魔師でも四聖士の煮えたりうる魂はしぐれ、オスカ、テレサ、あとはわしくらいであろう。上からだ、
奴は山頂か。三つの煮えでは三聖主しか目覚めず、カノ主の力を封じることはできん。のみならず、一角を欠いた治水花粉は火口を巻き込んで暴発するだろう。四聖主を同時に覚醒させたくば、わしの魂を奪いに来るがいい。どう思う、マギル。罠じゃな。メルキオールが得意とする攻撃は氷。ここでは地の利がないゆえ誘導したいんじゃろう。だが、あいつは長い間聖主の復活を企んできた大魔師だ。そう、ゆえに全て偽りと決めつけるのも危険じゃ。今更だけど、マギル、あんたはメルキオルの身内なのね。まったくもって今更じゃな。昔のわしの名はマギラニカ・ルー・メイビン。メルキオルの養女で破門された元弟子じゃよ。マギラニカ、血盤の特等大魔師。名を残しておったか。10年も前に破門したくせに。お前、結構すごいやつだったんだな。別にすごくはない。ベルベットとアルトリウスの関係と似たようなものじゃ。オンモオンモの。ベルベット、信じてくれとは言わん。じゃがわしはあやつと決着を。どうでもいいわ、魔女の事情なんて。私は頂上に行く。いつも通り勝手にね。うむ、わしも勝手についてくぞ。いつも通りにな。ちょろいぜ甘いぜちょろ甘ですね。暑いぜ寒いぜあじゃ冷たいぜ。何ぶつくさ言ってるの。河口で暑いと言ったら騒ぐなと叱られたでの。根に持ってるんですか。熱しやすくて冷めにくいんじゃよ。こっちは好きにやっておるからほっといておくれ。かえって鬱陶しいわよ。だいたい暑くて寒いならあちゃ冷たいじゃなくて暑寒でしょ。それではわしのニュアンスは伝わらぬわ。というか問題はそこではない。寒冷化で外側はキンキンに冷えておるくせに内側は溶岩で熱々というのが気に食わぬ。そういう曖昧みーなものがわしは嫌いなんじゃ。ほう、じゃああれはどうだ。背豚の中に入ってるパイナップル。許さん。甘い卵焼きは弁当のおかずにならん。チョコレートかけレーズン、干しぶどうの存在そのものが許せぬ。仕方ない。それならピーチパイはどうだ。質問の前提がわからんわ。あんた自身のことは大嫌いじゃよ。ならあんた自身も曖昧なんだ。じゃからジジイをお主に食わせて地脈誘点に叩き込ませるんじゃ。好きになれるといいわね、自分を。ふん、恥ずかしいことを言うな。四聖主を目覚めさせるために必要な魂、あと一つ。ベルベット、大丈夫？必ずメルキオルを食らって煮えは揃えるわ。そうじゃなくて、ベルベットの体のことだよ。テレサとオスカーの時は具合が悪くなって倒れたでしょ。ああ、しぐれを食らって平気なのかってこと。それなら大丈夫よ。しぐれの力はテレサ様たちよりもずっと強いんじゃないの。でもこの通りよ。具合悪そうに見える。強がってるように見える。ううん、きっと慣れたのよ、体も心も。慣れたんじゃなくて変わったんだと思う。ん、僕が心を持って変わったみたいに、ベルベットも旅を通して変わって強くなったんだよ。悲しいことも辛いこともまっすぐぶつかって乗り越えてきたから。そうなのかな。そうだよ。だから僕は、あ、
あとでキッシュ作ってあげる。プディングもつけてくれる？いいけど、あんた、私に料理させるために褒めてくれたわけ？そんなんじゃ、あ、うん、バレちゃったね。本当に強くなったわね。さあ、行くわよ。メルキオールを喰らいに。うん。メルキオルの本性がいまいちわからんな。一体どういうやつなんだか。一言で言うなら、大魔師の影じゃよ。影か。うん。汚れなき心を持つ大魔師とて、所詮は人間。そして、救わんとする相手もまた人間。まっすぐな正義だけで世界を救えるはずもない。大魔師が汚れぬためには、その影を、汚れ仕事を担う影が必要なのじゃよ。なるほど。それがメルキオールか。清涼にいた頃は気づけませんでした。あの方が何をしていたのか。だが、なんでメルキオールは汚れないんだ？世界を救う大魔師を支える。その信念と覚悟は純粋で迷いのないものじゃからな。そりゃもう、煮ても焼いても砕けんガチガチの氷山のようにの。あんな氷の心には、とてもとても慣れなんだよ。あ、もしかして、マギルーは。そう。わしは時代の筆頭大魔師。アルトリウスの影になるべく、メルキオールに育てられたんじゃ。ところが、目論見は大失敗。わしはその期待に応えることはできんかった。予定通りに行ってたら、メルキオルじゃなくお前と戦ってたわけか。そうじゃなくてよかった。まあね、マギルーが精霊を動かしてたら、まったく出方が読めん恐るべき組織になっていただろうからな。それはそれで面白そうじゃがな。あの方は私の影でもあったんですね。ジジイに同情して戦いづらくなったかい？いえ、そんなことは。お主が気に病むことはない。影を消すのは影の仕事じゃ。もっともわしは影になれず闇に落ちた魔女じゃがの。頂上が見えた。メルキオルがいるならあそこね。気をつけい。あのジジイはシグレと違って正面からは来んぞ。私たちは勝てるのでしょうか、あの特等大魔師メルキオル様に。ズバリ勝率は2割じゃな。2割？そこまで望み薄ですか。わしの術も今ある大魔師どもの術や技もほとんどあのジジイが伝え広めたものじゃ。わしが同時に3つの術を張ればジジイは6つの術を巡らせる。手の内は全て知られ、力の差は歴然。断りで考えれば、2割でも甘いやもしれん。確かに。じゃが、わしらには、ベルベットや棒、ろくろがおる。感情をむき出しにして暴走するあやつらに計算は効かん。不確定すぎる要素じゃが、デメによっては勝率を跳ね上げてくれるじゃろうて。ですね。敵としてはこの上なく厄介ですし。と言っても、あくまで正面からぶつかった場合で、当然のごとく裏を書いてくるのがあのジジイじゃ。どう検討しても勝ち目は薄いな。アイゼンまで。冷静な分析は悪いものじゃない。その冷静さこそ逆境を覆すための大きな武器になるはずだ。何よりマギル、相手の手の内を知っているのはお前もだろ。そうか、そうですよね。まあの、じゃが、あやつに弱点だぞ。冷静に見直してみろ。勝機は案外、目の前に転がっているものだ。転がっておるか。では、せいぜい下を見て歩いてみるかな。四聖子は本来治水化風の自然を調和させ世界の秩序を維持する存在だ。
お前たちはそんな四聖種が眠りについた理由を考えたことがあるか？さあね、興味ないわ。まさに貴様のような傲慢な存在こそが理由なのだ。四聖種の力、加護の力の源は純粋な人間たちの祈り。だが人々が汚れ祈りを忘れたせいで聖士たちは眠りについてしまった。人々の祈りが聖主の力、精霊と同じだ。カノ主が心を喰らうのも加護だって言うのか？第五の聖主カノ主は汚れごと人の心を喰らい尽くし無に返す役を担う。再び人に赤子のような清らかさをもたらし四聖種を復活させるためにな。心を無に返す？でもそれでは。そう、文明は滅び去る。汚れの拡大とカノ主による精神浄化は太古から幾度も繰り返されてきた。それが人間の文明が何度も栄えては滅んだ理由だが、これではいつまでたっても進化はない。故に我ら聖霊がカノ主の力を制御し人の心を未来へと導かねばならないのだ。なるほど、カノ主の制御のために作った術がカムイか。そしてカムイの構築にはジークフリートに使われている技術が必要じゃったんじゃな。だからアイフリードを巻き込んだのか。光があれば影があるように、どんなことにも犠牲は必要だ。我が身も同じ、人間の理想のための煮えだ。カムイ！させるか！違うぞアイゼン！言うたじゃろう、正面からはコント。チッ、一撃とはいかんか。捕らえられまい。ひねくれ者が誰に似た？マギラニか。わしはわし、悪の大魔法使いマギラじゃ。死ぬ、こんなところで。あと100歳若ければ。100歳？制約で寿命を伸ばしておるんじゃよ、何百年もの。それが断りだっていうの？不自然な欲望でしょう。ふん、わしも何千回も同じことを言ったわ。わしなら自然のままに滅びるとな。だがあやつときたら断りを乱すのも人なら超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こそ人の力だ。先代筆頭クローディンの言葉か。奇弁ね。そう思うなら実行してみせてやろう。今さら幻覚が通用すると。
思ってはおらん。だが術を貯める時間は稼げた。火山を爆発させる気か。お前も死ぬぞ。最下の研修一味と相打ちなら上出来だ。それが断りだ。の人の理想が。おしさんよ、まこと感情は厄介じゃの。なんだ今のは。目覚めたのだ、四聖主様が。我らはもはや何時らの道具ではない。何が起こったんだ。助かったわ、マギル。メルキオルに隙を作ってくれなかったら終わってた。わしはわしのケリをつけただけじゃよ。じゃが感謝するなら物で送れ。前言撤回。花を傷つけない制約だったの。いいや、あのクソジジイは草花が好きだったんじゃよ。生きている人間よりもずっとな。それだけのことじゃ。心は自由にならないのね、特等対魔しても。魔女でもの、生きるということはまっこと難儀じゃわ。四聖主は目覚めたのでしょうか。さてな。だがこれで起きない間抜けなら当てにしても無駄だ。その悪口聞かれたかもしれんぞ。カノヌシの領域が変化している。うん、四人とも起きたよ。カノヌシは地脈から押し出された。これで増幅されていた霊能力は低下し、多くの精霊の意志も解放されるじゃろう。大魔師どもの数は激減するはずじゃが。エレノア、
お前まで戦えなくなってないだろうな。残念ながらまだ見えています。悪いゴーマも精霊も魔女も。わかるのね。感じるんだ。あいつの本体は地脈から出たよ。聖主の溝の上だ。同志アルトリウスもそこにいる。けどカノヌシは四聖主の力をすごい勢いで押し返そうとしてる。四聖主が押し負けたら今度こそ打つ手なしじゃ。まったりしとる時間はなさそうじゃぞ。行くわよ、決着をつけに。うん。キララウス火山も爆発せず、別の異変も起こっていないようです。ひとまずは安心ですね。メルキオルの言葉はハッタリだったのか。真実をもって迫るのがあのジジイの誠実なる脅しの手口じゃよ。四聖主の復活によってこの大地は目覚めた。これまで幾万年もの年月をかけて変動していた大地はこれからの数百年で大きく変わるだろう。数百年、いずれは火山も噴火するだろうが先の話だ。人間からしてみれば長い期間だけど、大地の歴史から見たらあっという間なんだろうね。じゃがカノ主は沈めの聖主、あやつを殺せば何が起きてもおかしくはないぞえ。ま、どうでもいいがの。よくないですよ。メルキオール強かったね。そうね。マギルーが隙を作ってくれなかったら勝負を番ごとひっくり返されてたわ。あの瞬間を逃さなかったお前も大したやつだ。あんた本当はとどめを刺したかったんじゃ。こだわるなら最初から一人で戦う。奴と戦う理由を持つ者が集まり戦った。好機が転がってきたのがお前の前だった。それだけのことだ。わかったわ。メルキオルが個人的な都合でアイフリードを陥れたならこれで肩はついた。だが奴は人の意志を踏み潰してでも汚れない世界を作ろうという断りのもとに動いていた。ならばアイフリードの真の仇は聖霊の掲げる断りそのものだ。アイゼンの仇討ちはまだ終わってないんだね。ああ、アルトリウスの首もカノ主の首もお前たちがボケっとしていれば俺が刈り取る。自分でとどめを刺したいなら俺を出し抜いてでも首を取りに行け。ええ、そうさせてもらうわ。僕は全力で戦う。それだけだよ。ふん、それでいい。これは実に純粋な邪水なんじゃがの。腹に溜め込んでおった魂を出してすっきりしたかい。その聞き方がムカつくんだけど。ベルベットの言いたいことわかります。お通じのことを聞かれているようで不愉快ですよね。その詳細説明いらないから。あ、ごめんなさい。まったく、何をカリカリしておるんじゃ。わしはただ腹は減らぬかと聞いておるだけじゃって。だったら最初からそう聞きなさいよ。どうなの、お腹減ってる。うん、そうね。言われてみれば空腹を感じるけど魂を打ち出したこととは関係ない気がするわ。じゃあ何なんだ。カノ主の沈めの力が弱まったことで食欲も活性化してるんじゃないの。おお、確かに俺も急に腹が減ってきた。僕もお腹が鳴りそう。実は私も先ほどから美味しいものばかり思い出してしまって。そもそもマギルーがこんな話を始めたのは自分の腹が減っているからじゃないのか。いやいや、わしはちっともそんなことないぞ。そうか、なら船に戻ったらマギルーに見張りを任せてみんなで飯にしよう。ならキッシュとプディングを作るわ。私はペンギョントマトシチューを作ります。うわぁ、エルノア様の手料理楽しみです。早く船に戻ろう。まっ
ったく、飯ごときで盛り上がりよって、わしなど、わしは、スイートボルシチカレギア風が食べたいんじゃなら、後で桃を調達してきて。桃？カレギア風ボルシチには、デザートのピーチパイは欠かせないでしょ。地層樹、結構見つけたよね。おかげで僕の疲労はピークでふよ。ごめんね、ビエンフ。けど、疲労と回復を繰り返したおかげで、やけに筋肉がついてきたでふ。うわ、パッと見わからないけど、触るとすっごいムキムキ。ふふふ、今の僕なら、アイゼンや六郎程度なら一撃で沈められる気がするでふよ。すごいね。ビエンフ、レアボードの件では、あなたに負担をかけてしまってすみません。けど、おかげでみんな助かっていますよ。おお、エレノア様、もったいないお言葉でふ。やっぱり、マギルお姉さんとは大違いでふね。疲労は大丈夫ですか？それが、ぬぅ。ほぼほぼ限界なんでふ。この疲れは、エレノア様にマッサージされない限り、回復しそうもないでふ。マッサージですね。お安いご用です。まさかこんなラッキーが訪れるとは！レアボードに大感謝でぐ！壺を押すのは得意なんです。槍の石突きでゴリゴリっとすれば疲労なんて一発で取れますよ。ですから、少々痛いのは我慢してくださいね。やっぱり、結構でぐ。本当にゴリゴリでふ。楽になるけど痛ベルベット、よくも無事に戻ってきやがって。ボスから言われてきたのよ、あなたたちに助力するようにって。ちょうどいいわ。町の方はどうなってる？私もフェラビーサから来たから鎮静化の状況はわからないわ。けど清涼はフェラビーサの北方を第四種管理区に指定したわよ。第四種管理を放棄したということですね。メイル州の住民たちは全員無事保護されたわ。連名で最下の剣士討伐の嘆願書を出してたけど。当然でしょうね。ちょうどいいから、この町を新しいアジトにしようぜ。温泉付きのアジトなんてそうそう見つからないぞ。そうね。モアナたちはここに残していった方がいいわね。ダイル、モアナたちをお願いします。へへ、ここまで来たら頼まれなくたってやってやるぜ。頼もしいわね、ダイルのくせに。くせには余計だ。とっとと行け。ベンウィックたちがヘラビーサで準備を整えてるぜ。おい、六郎。兄貴との勝負はどうだったんだ？しぐれは切った。だが、ゴーランを叩き切ることはできなかった。ゴーランが黒金のよりすごい刀だったからか？いや、黒金の太刀はしぐれが全力で打ち込んだゴーランを受けて刃こぼれ一つしなかった。こいつがなかったら俺は切られていただろう。ゴーランを切れなかったのは俺が未熟なせいかもしれん。けどお前が勝ったんだろ？ああ、二刀の技と黒金の力を合わせてな。ならお前が持ってる限りその太刀は聖乱だ。真剣叫ぶ嵐を制する黒金聖乱だぜ。黒金は納得すると思うか？バーカ、あの頑固じじいが納得なんかするかよ。次はもっとすげえ刀を打つ。そういうに決まってる。だからログロ、お前もこの程度で満足してんじゃねえぞ。
ああ、俺ももっと強い奴をぶった切る。ゴーランを超える黒金青蘭の伝説を俺が作り上げてやる。おうよ、それがゴーマモノの心意気ってもんだ。グリモ先生、カヌヌシの覚醒について古文書を解読できたんだよね。ええ、タイタニアを脱出した直後にね。お役に立てなくて悪かったわね。なーに、結果オーライじゃよ。あんたが言うな。なんじゃ、グリモ姉さんを責める気なのかい？別に責めないわよ。ただカヌヌシの性質は知っておきたい。解読できたことを教えてください。いいわ。カノノシの完全覚醒に必要なのは汚れの量ではなく八つの質だったのよ。いわく絶望、憎悪、鈍乱、傲慢、愛欲、執着、逃避、利己。それぞれを各クーマが担当しておったなら、ベルベットは憎悪、モアナは鈍乱じゃな。傲慢はメディサ、テレサが愛欲、オルトロスは執着か。あとはグリフォンが逃避で、残るクワブトがリコかな。アルトリウスたちは絶望も私から奪おうとしてたけど、そもそも7体のクーマで8つの汚れという点に矛盾があるのよ。おそらく8つ目の汚れを入手することがカノヌシ覚醒における最後の難関なのでしょうね。なるほど。であればアルトリウスの行動にも特進が行くわい。すべてはベルベットの憎悪を育て絶望に落とすための策だったんじゃな。ベルベットの弟を利用して。けどだとしたらクーマ集めは無駄じゃなかった。今奴らは絶望の汚れを入手することはできない。テレサの代わりに生まれたクーマが一体おるはずじゃぞ。ええ、けどテレサを倒した後、星稜は私の確保にあれだけの戦力を投じた。おそらく新たなクーマを確保できていないせいよ。いたとしてもそいつは絶望を持っていない。アルトリウスはお主の絶望を生むために3年の歳月をかけた。それがカノヌシの求める質だとすれば、確かに一朝一夕に手に入るものではないのでしょ。つまり攻めるなら今ってことよ。そうよね。でも何か引っかかるの？ええ、汚れの質という矛盾がね。質を問うということはそれが純粋であるということ。クーマは純粋な汚れを選び取って食らうわけよね。うん。本来不純である汚れに純粋に反応することがクーマに必要な条件だとすれば、そんな矛盾した資質を持った人間はそりゃあ滅多にいないわ。なら安心なんじゃ。でも似た資質を持ったものを私は知ってるのよ。世に溢れる汚れを純粋に沈めようとした歴代の筆頭タイマシたちを。それってどういう？ただの懸念よ。今はね。グリモ姉さん、お話があるでふ。なに、この決戦前夜的空気。だって今、そういう時じゃないでふか。もっと状況によってくださいでふ。そういうのは、恋愛ボケした痛いカップルにやらせておけばいいのよ。で、なに？いよいよカノヌシとの戦いでふ。一言ご挨拶をと思ったんでふよ。根性のお別れしちゃうんだ。もう相手が相手でふからね。さすがのマギル姉さんも今度ばかりは何があるかわからないと思ってるみたいでふ。器がどう考えようと最後まで一緒に戦うのが私たち凡霊の生き方でしょ。そう思ってこれまでもずっとマギル姉さんの無茶ぶりに耐えてきたでふよ。でふけど、よく頑張ったのとか、器になれてよかったとか、勝利したら好みの女子を紹介するぞとか、一言くらい姉さんから
ねぎらいの言葉があったっていいじゃないでふか。そんなの言う子じゃないって知ってるのに。だからこそのマギルー姉さんのポロリが聞きたいんじゃないでふか。チラリズム的な。嫌ならまた清涼に情報流して寝返っちゃえば。そんな、今さら情報なんて求められてないでふし、僕の能力なんて向こうには全く必要ないでふよ。自分の力に自信がないんだ。今まではマギル姉さんの才能もあって僕はここまで連れてきてもらったでふけど、カノ主相手に僕が姉さんのお役に立てるのか、姉さんを守ることができるのか、不安なんでふよ。でも行くんでしょ。はいでふ。ノルミンブレイブなんて名前を持った因果ってやつでふね。できてるじゃない。あんたはずっとマギルーを守ってきたでしょ。あの子の壊れた心にはあんたの無神経さとめげなさが必要だったのよ。でなきゃどうでもいいとか言いながら逃げたあんたを探して再契約なんてしないわよ。ああ、グリモ姉さんにそんなこと言われると。ピー、僕、信じちゃいまふよ。信じなさい。ノルミンハッピーアドバイスの私が言うんだから、間違いないわよ。まったく、そんな冗談言うなんて、グリモ姉さんらしくないでふね。あんたの望み通り酔ってあげたのよ、状況にね。そこを行く大魔師様。以前この町を治めていた一等大魔師テレサ様をご存知ありませんか。え、この町に秩序と規律を再び取り戻すことができるのはテレサ様ただ一人なのです。どうか清涼の本部に伝えてください。ヘラビーサの住民はテレサ様を待っていると。たとえ最下の剣手に襲われたとしてもテレサ様がお戻りになるまで俺はここから動かない。動かないでどうするの。危なくなれば必ずやテレサ様が助けに来てくださる。あの氷のように冷ややかな眼差しとともに。テレサは戻ってきません。テレサのことが好きなら守ってもらいたいではなく彼女を守れる男になってください。あ、なんかあなたの熱い眼差しもちょっといいかも。え？メイル潮に最下の剣手が現れて町はゴーマたちに占拠されてしまったそうよ。清涼は何をしているの？どうしてこの町には大魔師が来ないの？清涼はこの町を見捨てたんだ。次に彩花が現れたらこの町は終わりだよ。逃げるか諦めて浸水でも飲むか。はあ、ティレサ様がいた頃はよかったな。どうしてこの町はこんなになっちゃったのよ。私は一生彩花の剣士を恨んでやるわ。なかなかの人気者じゃの。声援に応えて手を振ってやったらどうじゃ。やるわけないでしょ。サイカやゴーマが町に現れた時の避難経路を相談しているんです。前にサイカが暴れた時は大混乱になって怪我をした子供らもいたもんで、ひとまず脱出用の船を用意していつでも海に逃げられるようにしとこうって話してたんでさ。町の住民全員が船で脱出するのは難しいですよね。避難船はいい考えですが陸路も必要だと思います。確かに。でも陸路の場合避難通路からゴーマが入ってくることもありますよね。ええ、その場合は町の門と同じように避難通路の警備が重要になってきます。できればゴーマだけが通過できないような工夫ができると良いのですが。一部の大魔師が精霊を使えなくなってますし精霊の常駐も期待できないですし厳しいですね。私から精霊に請願してみますので皆さんもどうか諦めずに考えてみてください。もちろんです。諦めたりなんてしませんぜ。自分の命は
自分で守らないとな。清涼にお願いなんてできるの？訓練所時代の知り合いにシルフもどきを飛ばしてみます。彼なら裏切り者という私への不信があってもヘラビーサの球場には目を向けてくれるはずです。おい、いつまでお前はビビってやがる。サイカの剣士が怖くて漁師がやってられるか。この町をめちゃくちゃにしたゴーマが生きてたんだぞ。いつまた現れるか。もう現れておるがの。ベロー、そんな風に弱気を見せたらますますサイカの野郎につけ込まれるだろうが。でも俺たちにはゴーマ一匹倒すことだってままならないんだぞ。だから漁に出て魚を取って食料を確保するんだろうが。学校じゃそんなことも教えてくれんかったのか。まったく、そのヘナチョコ根性を叩き直してやる。さあ船を出す準備を始めるぞ。熱い親父だな。あの熱さにはゴーマも近寄らなさそうだね。おかえり。特等どもを倒したんだな。ええ、でもまだ同志と精子が残ってる。いよいよ最後の決戦だな。いいものが手に入ったからやるよ。リンゴ？気休めだけどお守りだ。フォーチュンアップルっていう珍しいリンゴでさ、幸運を呼ぶって言い伝えがあるんだ。フォーチュンアップル。悪党の俺たちに必要なのは悪運の方じゃないのか。死神なら間に合ってるぞ。いや、そういうこと言うなよ。ま、それなりにありがたくもらっておくわ。リンゴは好きなのよ。食べるなよ。言われなくても食べられない。そうか、私の食らう力もカノヌシの力の一部だとしたら。どうかした？味見してみる？幸運のリンゴ。ダメだよ、お守りなんだから。そうね、生きる勇気をくれるお守りよ。ん？で、最後の目的地は？聖主の御座よ。ゼクソン港へ向かうぞ。アイマン、アイサー。食べちゃダメだからね。はいはい、わかってるわよ。カノヌシの沈めの力が小康状態になったことで人々の心も少しは解放されたのでしょうか。海賊団の連中も荒っぽさが戻ってきておるし、個人差はあれど変化は起きておるじゃろうの。少し各地を見に行ってみませんか。どんな影響が起きているのか気になります。四聖主にも会えるなら会ってみたいよね。それはやめておいた方がいい。四聖主はそれぞれどこかの地脈点にいるはずだが、それがどこかはわからん。遥か遠方の可能性もある。会えたところで俺たちの味方とは限らないしな。じゃの、神は神の都合で存在しておるのであって、カノヌシを倒したいというのはわしらの都合じゃ。そうだよね。でも戦いの足場を見ておくのは悪くないわ。アルトリウスたちの動向を探りつつ世界を回ってみるのもありね。